ンタザータイガー。はい、どうもこんばんは、ケント。こんばんはじゃねえんだよな。まだ3時58分なんで、こんにちは、ケント店長でございます。というわけでですね、今日はですね、3月26日でございます。25日かな、あれ26か、26日でございます。というわけでですね、今回本当はですね、横須賀海軍ベースの開放日だったので、それに行ってですね、ちょっと軽く動画を撮ろうかなと思ったんですけども、まあ元々行きたかったんですけども、ずっと海軍ベースの開放日一回でもいいから行ってみたくて、ついに今日友達と行こうと思ったらですね、大雨が降りました。まあ一応ね、欠航したみたいなんですけども、ただまあ寒いしね、寒いし雨びしょびしょの中でね、人混みちょっと嫌だったんで、やめました、行くの。でも悔しかったんで、ね、どうしてもね、ちょっと今日海軍バーガーとかね、そういうの食おうかと思ってたんだけども、食えなかった。うん、だから、ね、悔しいから、友達ももう行かないんだったら寝るよって言うから、まあ、悔しいというわけで、一人でバーガーキングでも行ってね、よし、アメリカに今日は休日過ごしてやると思ったんだけども、いやー、いかんせん、やっぱこの雨がひどくてね、外に出る気にならなかった。なので、ね、イージーバーもあるし、部屋でホームトレーニング、ホームワークアウトを今したわけですね。しましたよ、三頭筋から何から、いろいろ。ね、いろいろやりました。胸も、ね、やりましたし。へー。というわけでですね、はい、予報球しようと思ったんですけども、結局やっぱ雨がひどくて外に買いに行く気になりませんでした。プロテインは飲みましたけども足りないというわけで、食事からも摂取しようというわけで、長い前振りなんですけどもね、1分40秒、初めてね、私ね、マックのデリバリーになるものをちょっと今利用しましたね。利用登録もさっきね、ポチポチとスマホで済ませまして、クレジットカードの登録もしましたので、まあ簡単に頼むことができますよというわけで、ただしね、おっしゃらなかったんだけども、1500円以上じゃないとデリバリーしてくんないんですってね。知りませんでしたね。部屋に、てか家に一人しかいないんで、1500円以上もマック食うかね、そんな食えるかってね、思ったんですけども、もう男が一回ね、決めたことはやり通さないといけないというわけでございまして、せっかく会員登録もしたんでね、無理やり1500円以上頼んでしまおうというわけで頼みました。はい、果たしてね、マックデリバリー、これ一人のね、この一人身に向けてね、合ってるのがそのサービスかというわけでね。でね、デリバリー料300円取られて、合計1850円です。これ果たして全部一人で食い切れるのかと。ね、ちょっとやってみましょうよと。せっかく動画撮って。まずね、これシェイクのバニラ M です。M ね。これちょっと、かなりね、不安定。これコーラ。これはごめん。買い忘れたんで、自分で今自販機で買ってきました。コーラですね。コーラと、あとね、これなんだ、ギガベーコンマック、ギガベーコンテリタマ、ギガベーコンテリタマですね。あとね、これは定番、俺が一番好きだ、テリヤキバーガーですね。はいと、ね、あとですね、チキンマックナゲット、5ピースを2つ、10個ですね。これで、合計1850円になりました。コーラが抜いてですね。あと、まあ、マスタードとバーベキューのソースでございます。これ果たして食えるかなと、一人で。食いますよ、俺は。食います。食べていきましょう。早速ね。果たして、これ一人のね、単身向けのサービスなのかと、このマックデリバリー。食い切れるのか、1800円とか1500円分食い切れるのかというわけでございまして。チャレンジしてみましょう。ね。まずはですね、このギガテリ玉。ギガベーコンテリ玉。これ単品結構したよ、これ。単品でだって480円しましたからね。うちの会社のね、食堂で定食一番いいやつ食べれますね。はい。いただきます。早速いってみましょう。うまそうじゃないですか、これ。ギガベーコンテリ玉。いえというわけでですね。うまい、あ、うまい、うん、まっ。 BGM スタート、タイミング。うまっ、うまい、落ちた。うまい、うまい、トイマックね、贅沢ですね。
マックにはやっぱりコーラっしょ。くぅ、一人でこんな贅沢しちゃっていいんですかね。ええいいんです。うん、これね、ギガベーコンケーキはうまいよ。口が汚れる。うまい。これ編集なしでいきましょう。編集なしでね、インチキシャドウもあるからね。うん、これうまいね、ギガベーコンチーズ。これも期間限定だから急いで急いで。ナゲット並行して食わないと食えねえ、腹いっぱいになっちゃう。ちょ、まずマスタードソースでいこう。俺バーベキューソース好きだから、お腹いっぱいになっちゃう時のブーストでね。ナゲット安定だね。安定うめ。うん。金持ちの彼女欲しい。制限時間30分。BGM 変えよう。あー、コーラうめ。こういう時はね、カロリー気にしちゃいけないんだよ。自分に言い聞かせてるだけかもしれないけどね。こういう時はもう、カイジ君は心の弾ませ方が下手だなーってね、班長も言ってたからね。全然似てないけど、うめーってね、このコーラ、うめー、キンキンに冷えてやがる、殺人的だ。やめよう、似てないから。女王様にも言われたけど、モノマネがめちゃくちゃ似てないって言われたよね。俺ね、すごいね、あのドラえもん、昔の声の時のドラえもん、使用同様人物一致できるんですよ。なんかね、これ早くも結構お腹いっぱいだね。きついな、これマック。うまいけど。あ、これきつい。まだいける。ドラえもんの声優陣変わる前の主要人物全員のモノマネ。
じめられたの通り抜けフープ。まあ、のび太さんちゃう。もうこれめちゃめちゃになってる中で、ああ、ギガベーコンテーチャの海賊や、うわあ、でもね、ボディビル界にね伝わる言葉でね、汚いけど、イートビッグオアステイスモールっていう言葉があるんですね。食ってビッグなんか、それとも小さいままかね。食えよ。歯かけたっぽい。なんか歯かけた。で。歯をはげたのか、これ。まあ、いいか。なんでこれ。歯かけた？まあ、いいや。ね？まあ、いいや。うん。でも、きつい。う、なんか飛んだ。なんか口が出たぞ。僕の大好きなシェイク、バニラシェイク。溶けてる。すんげー溶けてる。これはね、かなりスピーディーに食わないと。な、このバニラシェイク、味がメロンの味する。ていうかね、俺シェイクに関して仮説を立てたんだけど、これバナナシェイクもバニラシェイクもメロンシェイクも全部味同じなんじゃないのみたいなね。うん、これ目つぶって飲んだら味わかんねえよ、何ねか。うん、まあいいか。あ、スネ夫、ほんとよ、飲みたろ、バカ野郎、投げんな、お前。うん。のび太は、ほんとに、バカだな。うわもん。タイムマシーン。なん、のび太さんたら。ほんとだよ、のび太。お前は、バカ者。のび太は、ほんとにバカじゃ。お、ナゲット一袋ね、完食です。残るは、照り焼きマックバーガーとシェイクと、もうナゲット5個。
ここでラストはバーベキューさん。何言ってるか分かんない、聞き取れない。このね、 MS クルーの関空風に言うとね、もう何言ってるか分かんねえ、聞き取るね、それじゃお前はバカだね、これが新宿スタイル。もうね、苦しい。はい、どうも、ケンタ店長です。こみます、一緒にいますよ。あのですね、これ見てください。数年前にね、あの友達と久しぶりになんかブックオフだか、なんだかハードオフかな、なんかそういうちょっとリサイクルショップに行った時にミニ四駆を売ってたんですよ。で、すげえ昔俺子供の時にミニ四駆めっちゃ流行って、マックシェイクってたまに飲みたくなるね。友達またコース買ってレースしようですって言ったんですよ。テリヤキマックバーガー行きましょうか。ミニ四駆、それ俺が作ったんですよ、その時当時ね、2、3年前作ったんですよ。渚さんって言ってたよ。これですね、やっぱりこの味ですよ。マックと言ったらテリヤキマックバーガー、ディディーン、なんか卑猥。これまあ可愛い、可愛い忍者渚さんっていうんですけど、僕の作品なんですけど、結局ね、コースなんて買うこともなくて、一切ね、日の目を見ることがなかったので、あの子ね、せっかくね、ちょっと走らせてあげようかなと思って、まあ電池ね、ちょっと入れました。走るかな、ここまで持っていかなかったらバカだな、苦しい。エネループ挿入しました。本気出すわ。動く、ほら動きますよ ね、 でね、ただの脱ぎたがり。このこと、あはは、引きさんをですね、身につけたベランダ僕がですね、ベランダ多分ね、5、6メートルしかないんですけども、5、6メートル走します、渚さんと。はい、というわけで、まあ、渚さんとね、5、6メートル走しますんで。あ、くぅ、頑張れ、ケンタ店長頑張れ。はいー、余裕すぎるわこれ、余裕すぎるわ。しかも投げたさんゴールここやでなんだこの茶番。え、投げたさんさ、まっすぐ走れないね、あなたね投げたさん、もう一回いきましょうか。僕から投げたさん、セクシーショット、なぎささん、なかなかセクシーショットですけどねえ、走ってからいきましょうか。いけなぎささん、なぎささんが、渚さんがバラバラになってしまわれた。これ動画かこれな。渚さんバラバラになってしまわれた。おい、まだとくんだ、中年お前、味噌汁のよ、ぽっちゃりデブがよ、お前マック食ってお前自分の動画もテレビ見てお前こんなの視聴者が見て何が楽しいんだ。ほら恥をしてる、遅いんだもんだって。渚さんバラバラになってしまわれたけど、投げたさん、でも、あの、もともとパーツ組み立て式なんで、これ、死んでません、まだ。これが無限天心流、何がやねん、かすみさんやろ、それ。はい、というわけで、投げたさん復活でございますね。嬉しいんじゃないですかね、こうやって卒業生とかできてね、投げたさんも。ね、まっすぐ走れないですよ、投げたさんね。しかも、おせえし、めっちゃ。
投げ捨てのほかになんか使い道ないかな、これ。せっかくベランダまで出張ってきたからさ、なんか投げ捨てさん使い道ないかな。これ苦しい、きつい。投げ捨てさんどうしよっか、なんか面白い使い道ないかな。わかった、じゃあ、あ、どうしよっか。うん、走っていく渚さんをですね、気持ち悪い、ハンドスプリングで潰してどうすか。結局潰すんかい。壊すのはもうやめよう。パーツだから、おもちゃにね、まあ、魂があるからね。うん、どうしよっか渚さん。じゃあ、うん、何もねえな、ベランダ。俺の家のベランダ殺風景だからさ、ね、何にもないね。まっすぐ走るのかな、今。きつい。まっすぐ走りますって。ちょっとは。首飛んだよ、また首飛んだ。シェイク溶けてんのマジやめてほしいんだけど。どうも、ケンタ店長です。ね、くだらないことをやって誰かをハッピーにしようっていう、だからそんな気分になったんで、なるかな気分。まあなるかなっていうか、くだらないことやってハッピーになるかって言われたらどうかな。なるでしょう。ね。なんでよ、バカがお前。これ食いながら喋れねえよ。どうやってこれみんな食レポとかやってんだ。これ食いながら喋れねえよお前。汚い口のマイク。おかしいな。つくねを食ってます。え、だから何。僕はつくねを食べています。怖っ、踊っとるし。何やこいつ。元カノは、ああ、吐きそうだ。でもあとシェイクとナゲットだけ。制限時間で30分間余裕だね。行っちゃうね。苦しい。
これクローズの主題歌風に言うとこんな感じだね、今の気持ち。俺は苦しい苦しい、なんとかやめよう、思いつきでやるのやめよう。これ多分ね、今日の夜吐くね。予告しよう、私は今日リバースします。ラスト。デリバリーのサービスはですね、独り身のあなたにも最適のサービスだということが言えよう。イエイ、うめえ。これ以上見苦しいのはごめんだよ。